マリーエクソン・ユリウス・グレゴリウスは、オランダ王国北ホラント州アムステルダム出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。グレゴリアスと表記されることもある。2011年に行われたアイブフワールドカップで、オランダ代表として優勝した際に、サーの借位を賜り、サーディディとも称される。父親と8歳年上の兄は、 オランダの野球リーグである夫婦とクラスセでプレーしていた。現役唯一のオランダ本国出身のメジャーリーガーであり、ニューヨークヤンキースの遊撃手の歴代最多シーズン本塁打記録を持つ。オランダのアムステルダムで生まれ、アムステルダムとオランダ領アンティルのキュラソー島で育つ。父親はキュラソー島出身で、父がアムステルダムのセミプロ野球チームでプレーしていた時に生まれる。 ユースチームでは、ケンリージャンセイやアンドレルトン・シモンズとチームメイトだった。その後、オランダ野球リーグ夫婦とクラッセのアムステルダムパイレッツに加入。2007年8月6日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2008年、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッツでプロデビュー。31試合に出場して打率。155、9打点、2盗塁を記録した。 2009年はまず A 級サラソタレッツでプレーし、22試合に出場して打率、254に打点を記録した。7月からは、パイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスでプレー、50試合に出場して打率、314、1本塁打、16打点、8盗塁を記録した。オフの9月に、イタリアのネットゥーノで行われた第38回。 アイブフワールドカップにオランダ代表として出場した。2010年はまず A 級デイトンドラゴンズでプレーし、120試合に出場して、打率273、5本類打、41打点、16盗塁を記録した。8月31日に A 級リンチバーグヒルキャッツへ昇格し、7試合に出場した。オフにオーストラリアンベースボールリーグに参加し、 キャンベラ・キャバルリーに加入した。ここでは、36試合に出場して打率、189,1本塁打、9打点、4盗塁を記録した。2011年はまず A 級ベイカーズ・フィールド、ブレーズでプレーし、46試合に出場して打率、303,5本塁打、28打点、8盗塁を記録した。7月に A 級カロライナ・マド・キャッツへ昇格。 38試合に出場して打率272本類が16打点3盗塁を記録した。9月20日に第39回アイブフワールドカップのオランダ代表に選出された。同大会ではヨーロッパの代表としては1938年大会のイギリス代表以来73年ぶりの優勝を果たした。この栄誉を称えて代表を24人全員に サーの借位が送られ、グレゴリウスにも送られた。11月18日に、レッツとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。2012年3月18日に、AA 級ペンサコーラへ配属され、開幕を迎えた。AA 級ペンサコーラでは81試合に出場して、打率、278、1本塁打、31打点、3盗塁を記録した。 7月にトリプル A 級ルイビルバッツへ昇格。同球団では48試合に出場し、打率243.6本塁が23打点だった。登録枠が拡大された9月1日にメジャーへ初昇格し、9月5日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。8番遊撃手として先発起用され4打数無安打だった。 この年メジャーでは8試合に出場して打率300に打点を記録した。2012年12月11日にクリーブランド・インディアンスを含めた三角トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。ダイヤモンドバックス時代2013年8月9日2013年3月2日にダイヤモンドバックスと単年契約に合意。開幕直前の3月31日に 右ヒーチの故障で15日間の故障者リスト入りした。4月16日に復帰。復帰後は遊撃手として先発起用され、復帰から7試合連続安打を記録していたが、4月26日のコロラドロッキーズ戦でジョシュアウトマンから頭部支給を受け途中退場し、28日に故障者リスト入りした。5月4日に復帰後も正遊撃手として奮闘し、 この年は103試合に出場。打率252、7本塁打、28打点を記録した。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意した。3月30日にトリプル A 級リノ A シズへ配属され、アメリカで開幕を迎えた。開幕後は前年トリプル A 級リノで MVP や新人王を獲得したクリス・オーウングスに、 遊撃の定位置を奪われ、6月3日にメジャーへ、昇格後は主にオーウィングスのバックアップや二塁の守備についていたが、6月29日にオーウィングスが故障者リスト入りしたため、遊撃の定位置をダッシュ。9月にオーウィングスが復帰したがグレゴーリウスは遊撃に固定され、オーウィングスは二塁に回った。この年は80試合に出場して打率、226、6本塁だ。 27打点、3盗塁を記録した。2014年12月5日にデトロイトタイガースを含んだ三角トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。2015年4月14日2015年は前年に引退したスター遊撃手のデレクジーターの後継者としてレギュラーの座に入り155試合に出場。打撃面では打率2659本塁打。 56打点、5盗塁を記録した。2016年は153試合に出場して打率。276、20本塁打、70打点という成績を記録した。本塁打は自己最多だった。ニューヨークヤンキース時代2017年開幕前の1月24日に第4回 WBC のオランダ代表に選出された。3月20日に右肩を負傷したため代表を。 離脱した。シーズンでは9月4日のボルチモアオリオールズ戦で、ディラン・バンディから、球団遊撃で初となる2年連続シーズン2 5号本塁打を記録した。9月20日のミネソタツインズ戦で、シーズン25号本塁打を記録し、1999年に、前述のジーターが記録した24本を超えて、球団遊撃種のシーズン本塁打記録を更新した。 2018年4月3日のホーム開幕戦となるタンパベレーズ戦で4安打2本塁打8打点でチームも11から8で勝利した5月1日には10本塁打を達成し1908年からの遊撃手で最も速いペースで10本塁打を達成した選手だったまた同日にアメリカンリーグのプレイヤーオブザウィークにも選出され 5月3日には4月のプレイヤーオブザ・マウスに選出された。レギュラーシーズンでは、シーズンで20本塁打を超える27本塁打を打ち、ヤンキースの遊撃手の連続20本塁打超えの記録を3年に伸ばした。シーズン終了後の10月13日に、右尺骨側人体損傷と診断され、同月17日にトミー・ジョン手術を受けた。2019年は、 トミー・ジョン手術のリハビリによってメジャー初出場が6月7日のクリーブランド・インディアンス戦となった。復帰後は遊撃手のレギュラーを務めたが82試合出場で打率238、16本塁打、61打点に終わった。オフの10月31日に FA となった。2019年12月13日に フィリーズと1400万ドルの単年契約を結んだことが発表された。2020年のオフに球団からクオリファイングオファーが提示されず FA となったが2021年2月10日にフィリーズと2年総額2800万ドルで再契約した。ありがとうございます。